こんにちは、クレポンです。アンドです。いつもアップルスタイルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで第2弾です。はい、アマゾンの頼んだ商品が届きました。イエーイ。いやー、ブラックフライデーね、楽しかったよね、はい、そう、買い漁ったやつがね、はい、で前回引き続き届いてた商品をどんどん紹介していくんですけど、今回は iPad と Watch と、はい、iPhone で使える、うん、全部、はいはい、使えるもの、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速開けていきましょうか。はい、はい、今回は iPad でも、はい、iPhone でも、はい、Apple Watch でも使えるグッズです。いろいろ来たね。そう、いろいろ来ました、ね、はい、うわ、どれからやっていく。これだな、これ。気になってるやつ、うん、OK、 じゃあこれからやっていきましょう、はい、シンジモルさんの、はい、スマートリング、はい、うん、なんです。これ結構私なんかいろいろこう調べてたんだけど、うん、マグセーフね、うーん、につくタイプのスマホリングになります、うん、はい、すごくシンプルなパッケージですね。前ね、スマホリングというか底面リングっていうのも、はい、紹介した動画も上げてたけども、はい、結構やっぱりこう背面にやっぱつけてスタンド代わりにしたいっていう方多いと思うんだよね。で、そういった方に今のね最新の iPhone にはついてるマグセーフ対応のリングということで、はい、で色がこれはメタリックブラックですね、はい、はい、はい、でもう一個ね、シャンパンゴールドっていうのがあります、うん、ちょっと白っぽいやつ、白っぽいでね、マグセーフ対応だから、うん、その取り外しも簡単だし、うんうん、いいんじゃないかなと思いまして。普通におしゃれだね。おしゃれだね。こんな感じです。はい、ここが、メタル調の、はい、光沢がある素材になっていて、でここはすごいマットなサラサラだね、うんうん、サラサラ素材になってます。ピロピロで、こんな感じで、リングね、見て回るの。回ります。おお、いいね。360度かな、うん、くるくるできるね、はい、でこのマグネット式っていうぐらいだからさ、うん、その磁力が気になるのね。そうなんだよね、そこがすごく大事、はい、とりあえず本体だけにつけようか、まずね、釣りますか。釣ってみましょうか。釣りますか。はい、はい、お、お、すごい磁力ある。磁力いい感じよ。あ、本当、うん、全然、いいね、すごい、すごいすごい、このブラブラ感、うん、結構激しいよ。どうぞ。どうなるもんかと思いきや、ね、あ、強いね、全然取れんね。うん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 、なんだろう、ここシリコンパッドなのかな。そうだね、うん、ちょっと吸着してくれる感じだよね、マグネットの他に。そうだね、うんうんうん、これならずれる心配ないな。ないね、すごいよね、うん、これはいい、うん、へえ。でもちろんこれね、うん、スタンドにもこうやってなるし、いや、これいいね、360度回転だしね。そうだね、どの方向にもスタンドにもなるね。無線充電にも対応しますって書いてある。無理じゃない。絶対無理だよね。無理だ。何、これは何、脱着してワイヤレス充電ができるよってことかな。というわけで、はい、今検証の結果、はい、これをつけたまま地位充電はできないです。あれかな、やっぱ簡単に外せるから、うんうん、外して対応できますよ、対応できますよっていう感じかな。はい、いや、でも本当いいね、なんか、うん、普通にさ、こう本体買い替えたとしてもマグセーフ対応の製品に、ね、使えるし、うんうんうん、そうそうそう、ね、いらないときは外せるし、うん、外せるし、はい、あれだな、ケースによってさ、うん、その磁力というかさ、そうだね、変わってきたりもするからさ、うんうん、ちょっとつけてやってみよう。トーラスさんはちょっとな、安定的に強いの。あ、もうこ、あ、強い、もうこの時点ですごいもん。え、すごいね、一体化してるわ。一体化してる、いい感じ。これいいセットじゃん。強っ、強い、めっちゃ強いね。で、もちろんケースつけた状態でも、はい、こんな感じ。いいですね、うん、シルキー、シルキーつけてみようか。プトラのシルキータッチケースですね。はい、もうなんかすごい磁力、ね、いい感じじゃない。いい感じ。この、シルキータッチってこのサラサラ素材がやっぱりこう特徴で、うん、まあ、その分ちょっとトーラスさんみたいなマグネットがこうむき出しじゃないから、うん、磁力弱めに感じる方もいると思うんだけど、うん、もう全然何も困らない、全然困らないね、うん、落ちる心配なさそうだね、うん、大丈夫、うんうん、これいいわ、普通に欲しい、ね、
パッド 10.9 インチ11インチ対応のキーボードケースなんだけど、うん、もうこのサムネをね見て私は、はい、これ欲しいと思った、ケースとキーボードがついてるのかな。そうで、うん、それがセパレートになるっぽいんだよね。しかもこれがお値段が結構安いんだよね。本当だ、3980円。ちょっと恐ろしいよね。そうだな。気になります。じゃあオープン、よいしょ。神田さんこの前も買っとったやん、うん、あのね、純正のキーボードを使ってる人には当たり前かもしれないんだけど、うん、角度調整がある一定の角度しかできないのが私ちょっとストレスだったんだよね。いや、こんな感じです。あ、見た目普通のケースだね。こんな、え、どこが、あ、外れた外れた。なるほど、そこがマグネットになったんだ。あ、なるほどね。へー、ちょっと後で詳しく見まして、うん、あとは同梱品が、うん、C2A の USB ケーブルが付属してます。ちょっとでこぼこ、ちょっとごつめの、ごついね、うん、感じはするね、うんうん、この前のアンナさんのやつに比べたら、うんうん、でもすごい軽いんだよね。 あれに比べたら、そうなの、そう、え、軽い、軽いよね、思ったよ。ちょっと測ってみよう。479.5、500いかないんだ。ああ、これ、表面なんだけどレザーっぽい、うん、ここにねちょっと見えづらかったんだけどタイプ C のポートがあります。あ、そんなところに、うん、対面こんな感じ。なんだろうな、これ、ここがね、何、フラップで、あ、なるほどね、はい、隠し扉かと隠し扉じゃなくてこれでこの位置調整ができるんだよね。あ、スタンド、そう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 、なるほど、こういう風になるわけだ。で、ここがねマグネットになってるからパタってこう吸着するね、パタってなる。プルペンシルの一応、本当だ、へこみがある、うん、くぼみがあります。音量スイッチの、はい、ボタンは、ボタンが上からカバーされてて、結構頑丈そうなケースだね。うん、くり抜きになってますね、はい、で中がハニカム構造になってます。キーボードはこんな感じ、すっごい平ら、ね、で、どうやらここになんか電源ボタンと、うん、あとここに多分 LED がつくのかな、なんかいろいろマークがという感じです。じゃあセッティングしてみましょうか、はい。お、こんなもんだね。はんはんはん、あ、なるほどなるほど、はい、ここのが、うん、こっち側ね、はい、上下は綺麗に収まってるんだけど、左右かな、うん、この銀の、ね、色味がこう見えちゃってるので、はい、しっかりこうはまってない感じがします、ね、で、ペンシルここにも置ける、あ、ここか、こっちか、こっちだ、こっちだ。え、でも充電こっちじゃない。そうだよね、で充電だったら、あ、これ置く場所か、あ、置き場だ。これ充電ができてほしいの、ね、ということでアップルペンシルがね、使用磁石でくっつくが充電はできない、うん、はい、なんで2つあるんだろう。あ、持ち運ぶときか、持ち運ぶときはこっちに入れてしまえばいいんだろうな。あ、なるほどね、うん、あ、そういうことか、うん、これはいいよね。そうだね、なくさないし、うん、私結構これね困ってんだよね実は。あ、外につけてたらね、そうそうそう、なくなっちゃうよね。そうで、はい、これを、はい、よいしょ、こうか、あ、こうだ。こうするともう自動的にここの空間もできるから、うん、空間がこういう風にできるから、自動的にこう斜めの角度にキーボードがなってくれるんだよね。バージョンとこうやって、うん、こうか、こっちと、うん、こっちなんじゃない？あ、そっちか、うん、あはは、これを取って、なるほどね、うんうん、あ、そうすると、うん、そうする、あと、あなるほどね、はいはい、こっちはでも磁石はないから、はないから、でも置く感じか、そう、でもペアリングすればいいから、離れたところにあの画面置いてっていうのができるわけだ、うんうんうん、充電するとここに充電マークがつくみたいだね。ペアリングしよっか、はい、でペアリングするときに、うん、電源オンにします、うん、で FN と Z キー、これをね同時に押すと、うん、Bluetooth の接続ランプが青く光るから、うん、それで iPad とペアリングする感じです。なるほど、うん、詳しくはねその商品のページ書いてあるから、うんうん、それ見ながらやってみてください、うん、どんな、押しやすそうだね、うん、全然反応もいいし、うんうん、なんかいい感じ、うん、いい感じ、うんうん、カーソルもあれだね、うん、うんうん、問題ない。ホームに戻れる、ホーム戻る、うん、あー問題なさそう、うん、全然大丈夫だね、うんうん、
うん、あ、いいじゃないか、ね、キーボード軽いしさ、なんか持ち運ぶってなった時にこの前のマジックキーボード風のよりこっちの方が、うんうんうん、これは結構いいかもしれない、いいちょっとチープさはあるけど、でもね、3980円でこれだったら全然コスパはいいと思う、うん、そう、うん、いい感じなんじゃないでしょうか、うん、ちょっとね、はい、いいやつ買いましたんで、買いましたね、はい、せーの、じゃん、これで可愛くない、これめちゃくちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、あの小学生の時ね使ってた鉛筆、うん、え、何 B 使ってた、 2B 私も 2B でも高学年になったら B に変えた、ちょっとタッチペンなんだよね、そうなんですよ、うん、iPad のタッチペンでちょっと可愛いのがあったので買ってみました、はい、全部でね5色、うんうん、あるんだけど、はい、うん、今回この色選びました、はいはい、めちゃくちゃ可愛い、可愛い、しかもなんかさ、うん、これなんか筆箱っぽくない、あ、本当だ、入れ物がなんかさ、こういう、うん、こういう筆箱あったよね、あったこういうやつえ、ほらほら、ここさ消しゴムとかもなんか、あ、本当だ、なんかプリントされてる、なんかいるよね本当かわいい、かわいい、開けてみようと、はい、最近さ他社のタッチペン使う人増えてきてるって言うじゃん、うんうん、まあ、アップルペンシル高いからね、そう、高級鉛筆、これがね4480円ですね、同行品はこの USB-A2C の、うん、はい、ケーブルだけですね、え、でももう普通に鉛筆やん、これ鉛筆間違えちゃうね、これ間違えちゃうよ、みんなついにクレポンちょっと何鉛筆で iPad 書いてんのみたいな大丈夫みたいになる、ここのさ、うん、色味もさ、これね、彫ってるね、やばい、え、ここ彫ってた、自分名前とか、あ、彫ってた彫ってた、うん、なんかここをね、うん、シュッて削って、うん、で、ここにさ、そうだよね、やってたやってたで、これタイプ C だね、うん、充電がね、タイプ C 充電なので、うん、iPad くっつけて充電はできないですね、うんうん、なるほどね、はい、はい、先端が一応こんな、あ、本当だ、金属の、はい、これはね、うん、使ってみましょう、試してみるしかないね、ペアリングがね簡単なのは、どうだったっけ、ペアリングって知らん、電源ちょっと電源ボタンを押すだけで簡単にできます、うん、つかない、なるほど、はい、うん、はい、はい、ここ、うん、あ、ついた、ついた、青いランプついたよ、一瞬、あ、本当だ、ここをね、ここをポッて押したらつくね、つきました、はい、このままもうかけるの、あ、かけた、あ、かけた、私、あ、本当だ、この先端金具系は久しぶりだわ、うん、カチカチ言うね、やっぱりね、うん、私今これあのクトラの、うん、2枚組の、うん、ペーパーライク、あ、そうそうそう、ペーパーライク貼ってんだけど、うん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 、そうだね、なんか余計この鉛筆感が、鉛筆感シャーペン感かな、そうだね、うん、がすごいかもしれん、サラサラかける感じだね、そうだね、うん、光沢のフィルムにつけてたりとか、うん、フィルムつけてなくて iPad 使ってる方はちょっとこれ金属が気になるかもしれないな、うん、これあの普通に筆記体書きやすいかもな、あ、本当、はい、年賀状アンナさんに、はい、書いてくれるの、あ、はい、もうこれ、はい、これはい、できました、なんかまた Apple Pencil とはちょっと違った感じかもしれないな、そうだね、うんうん、スルスルっといく感じが、うんうん、感じ、うんうん、だから本当に筆記体描きやすいって言ったけど、うん、本当その通りかも、ね、うん、サラサラだと描けちゃう、うんうんうん、だから、もしかしたらそのデザイン系、うんうんうん、やっぱりこう引っかかりとか、うん、そういうその感圧系を大事にするデザインとかはちょっとこの子スルスル行きすぎるかもね、あ、そうかもしれないね、うん、摩擦力はない、そうだね、かな、はい、うん、もうフォルムがねもう間違いなくて可愛いんだけど、いや、そうそうそう、もうこれ見た目買いだな、うん、ここ磁石ついてたらよかったな、そうだね、うん、それだ、これねなくす筆箱というかなんだ、うん、あの鉛筆立てにこうやって置いときたい感じがするな、じゃあ続いて、はい、はい、じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃん、来ました、クレポンの、はい、オーシャンバンド特集、はい、じゃなくて1個、そう1個だけですけどオーシャンバンドに、似てるあのバンドです、はい、はい、要は非純正ってことだね、そうですね、うんうん、はい、まあ、2000円以内です
純正のケーブルだといくらなんですか、アップルだと14,800円でございます。10分の1アップルだと、うん、その 44mm 以降の、うん、大きいサイズのものにしか対応してないんだけど、はい、うん、今回こちらのバンドに関しては、はい、私が使ってるあのシリーズ7の、はいはい、41mm になるほど、はい、対応してくれてる38、40、41mm タイプなんですよ。なるほど、はい、そうなんです。アンナさんのでもいけるね。そうだね、うん、であえてのイエローです。いやイエロー攻めるねテレフォンもいやどんな感じかなと思って、はいはい、あの前さ見に行ったじゃん、うん、アップルにね見た、うん、でなんかすごいいい感じのイエローだったじゃん、うんうん、だからちょっと買ってみようかなと思って別のところだったらどんな感じか、はいはい、届いたのがこちら、はい、届いたのこちらなんですが、はいはい、ミニオンのイエローかな。あミニオンそうだな完全にミニオンでなんか他にもねスターライトとかブラックとか、うんうん、あの全部でカラーが6種類あります、はい、素材はい、が、シリコン、シリコンみたいですね。はい、プルのは、うん、ここを引っ張って取ったんだけど、うん、え？ただのフック。ああ、こういうタイプですね。なるほど。ここがね、伸びるタイプだったんだよ。なるほど。そこは考えられてるよね。うん、そうだな。アンナさんのにじゃあ、はい、ピタカさんのから。一気に変わる。路線変更。路線変更。ちょっとその石油掘りに行くのにはちょうどいいかもしれない。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。あの、汗にも強い。そう、こういうのね、お手入れしやすいんだよね。そう。ザバッとね。洗うしね。そう、洗えるから。うん、まあでもなんかスポーツしたりするときにはいいかもしれないが。そうだね。フィット感がどうかな。手首ちょっとつけてみる。うん、つけてみようか。ひとまずそうやってつけて、こっちがベロベロってなるんだけど、うんうん、それをね最初に前もってね調節というか、はいはい、自分に合うところにねこれがねどこにでも刺せるから、うんうん、いいんだよ。なるほどね。その普通の時計だったら結構ねそうそうそう固定されてたりルースだったりとかするもんね。そうそうそう。これをねこうやるだけ、はいはい、お、うん、こんな感じ。こんな感じだからバンドがあのベロベロなることはない、うん、なるほど。フェイスも合わせてみました。お一番似合わない色味の服着てるんだけどあでも、うんなんかこうパッて見る感じ、うん、なんか悪くはないかもね。サラサラしてるし、うん、いいかも。初めてのオーシャンバンドにはいいかもしれないです、はい、いいかもしれないです。はい、ということで、はい、4つご紹介しました。はい、どうでした？いやちょっとねいろいろテンション上がったものなんだけど、まずはこれ、うん、いやこれ、はい、あの一番今回良かったかもしれない、うん、はい、うん、結構ねいろんなメーカーさんも出てると思うけど、うん、ここの本当磁力も強くて良かったです。うん、うん、そうだね。なんかこういう製品ってちょっと怪しいなと思って、うん、なかなか買えなかったんだけどね良かったね。ブラックフライデーで買えて、うん、そうあの取っ手の部分がねそのリングの部分が簡単に外れそうな構成でもないし、うんうん、全然頑丈だしね、うんうんうん、これはおすすめだな。マグセーフ対応の人にはすす、うん、はい、はい、あとねこれいいかも。これ可愛いよね。めちゃめちゃ可愛いし、うん、プレゼントとかにもいいかなって思います。確かに、はい、ただまあ磁石でねちょっとくっつかないのは、うん、残念なポイントだなと思ったので、うん、あのぜひ改良品をラスタバナナさんお願いします。お待ちしております、はい、はい、でこの iPad のケースね、これちょっと私また使ってみます、うん、あ使ってみてください、うん、あのね荷物多い系女子だから持ち運びにねそうどんな感じなのかっていうのは気になるかも、うんうん、で、あのまずそのねあのこの前を紹介したキーボードよりも確実に軽い、うん、もうそこがいいのと、あとこうやってね分解ができるっていうのは本当にいいなと思って。ああそうだね、うん、それ、うん、はい、なのでちょっとこれはまたあの長期レビューをしていきたいなと思いますそしてオーシャンバンド、はい、いやでも初めてのオーシャンバンド使うんであれば、うん、ちょっとモノ試しで、はい、ぜひこれあの買ってみていただければと思います。安くそうだ、ね、うん、お買い求めいただけると思うの で、 はい、で全部商品は概要欄にリンク貼ってますので気になった方は見てください。では、ね、はい、今後もこんな感じで、はい、いろんな商品怪しい商品だとかも、はいはい、買ってレビューをしていこうかなと思います、はいはい、この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。